サイバー空間の怖さを知らないようだな。北海道警察サイバーセキュリティ講座、紹介しよう騙しの手口。プライバシー映像を入手したメール編。今回は特別に我々がインターネットを使った騙しの手口を紹介しよう。とある学生の平凡な日常。しかしこの後、学生に犯罪の魔の手が迫ります。ある日、学校から帰宅してパソコンのメールを開いてみると、一通のメールが届いていました。セキュリティ警告？誰から？送り主は俺？どういうこと？メールの内容はどうなっているんだ？こんにちは。パスワード 1,2,3,4,5,6。 あなたのデバイスにウイルスをインストールしました。この瞬間、あなたのメールアカウントはハッキングされました。私はあなたのアカウントにアクセスできます。え、俺のパスワードがバレている？しかもハッキングされているの？私はアダルトサイトにウイルスを投稿しました。そしてあなたはそのアダルトサイトのビデオの再生ボタンをクリックし、ウイルスに感染しました。アダルトサイトからウイルスに感染？インストール後、あなたがアダルトサイトを楽しんでいる姿をフロントカメラから録画しました。アダルトサイトを見ているところを撮られた？あなたの動画のデータを消去したい場合は、ビットコインで16万円を送ってください。これは私のビットコインウォレットです。あなたの取引後、私はあなたのすべてのデータを消去します。ビットコインで16万円払えって？さもなければデータをあなたのすべての同僚や友人に送ります。私はあなたの SNS とメールアドレスからすべての連絡先情報を収集しました。マジ？連絡先が盗まれちゃったの？どうせ迷惑メールだろ？アダルトサイトって昨日のやつ？いや、一昨日、その前か。もし知り合いに動画を見られたらどうする？いや、でもなぜ俺のパスワードを知っているんだ？順調に進んでいるようだな。はい、メールに引っかかった人が次々にビットコインを払っています。皆さん、騙されてはいけません。これはセクストーション、性的脅迫といって、皆さんのプライバシーに関する動画を持っていると脅迫して金銭等を要求する手口です。ただ、今回のメールのように動画を持っていないのにもかかわらずメールが送られてくる場合もありますので、騙されることなく次の3点を守り、被害に遭わないようにしてください。1つ目は、金銭を支払わないでください。犯人から送られてきたメールに動画データが添付されていないことからも、あなたの映像を録画しているという脅しは嘘である可能性が非常に高く、このような場合は他
金を払う必要はありません。ただ過去に誰かに動画を送ったことがあるなど心当たりがある場合は、相手が本当に動画を持っているかもしれませんので、すぐに警察に相談してください。2つ目はメールアドレスまたは受信設定を変更してください。今回の場合、犯人にメールアドレスが流出していますので、メールアドレスの変更をお勧めしますが、多くのサービスにメールアドレスを登録しているなどの理由で変更が難しい場合は、自分のメールアドレスからのメールを受信しないように設定してください。自分のメールアドレスからのメールを受信拒否することで、今後同様の迷惑メールを受信する可能性が低くなります。場合は犯人に不正ログインされる危険性があるため、大至急このパスワードを使っている全てのサービスでパスワードを変更してください。またログイン履歴を確認して、不正なログイン履歴がないか確認してください。インターネットで犯罪被害に遭わないために、正しい知識と対策を身につけて安全に利用しましょう。